作り出すのはフランス宮廷料理を思わせる北イタリアの郷土料理。今日のグッドサインは若きオーナーシェフの店バビン。琵琶湖が瀬田川へと変わる場所、石山の町に2021年9月、小さなイタリアンがオープンしました。ラ・クチーナ・レジョナーレ、郷土料理の店、バビンです。オーナーシェフは高橋正史さん、若干32歳の若き料理人です。イタリア語でバベーネがOK とか大丈夫っていう意味なんですよ。それをピエモンテ方言で言うとバビン。周りが自粛自粛で暗くなりすぎるのが嫌やって、ちょっとノリ軽いぐらいで、あ、OKOK ぐらいの感じでやりたかったっていうのが最初です。大学でイタリア語を完璧に学んでから料理修行へと旅立った高橋シェフ。修行の地に選んだのはイタリア北西部のピエモンテ州、イタリア第四の都市トリノがある地域です。で、1000ユーロだけを握りしめていきました。これ下回ったらもう帰るぐらいのつもりで、どこが一番日本人少ないかなと思ったらやっぱりトリノやって、みんなフィレンツェとかナポリとかシチリアとかがベタですけど、で方言にも結構フランス語っぽいのが入るぐらいの地域で、イタリアン行ったらピザパスタ常にあるっていうのはちょっともうやめていこうと思って。高橋さんの店では生パスタしか提供しないと決めています。その理由はどうしても食べてほしい料理があるから。アニョロッティゴッビ、日本ではラビオリとして知られるピエモンテの郷土料理です。ラビオリなんかもう何百年も前から食べられてるやつをあえて今やるっていう。ラビオリ自体は包み方さえ変えてしまえば恐ろしいほど種類があるんです。やっぱメニュー見て分からへんやつもめっちゃ多いと思うんですけど、結果論で あこんなイタリアンあんねやって言って帰ってほしい。でもやっぱり郷土料理とかラビオリって生地作って中の詰め物作ってって結構時間かかったりするんですけど、一生楽しい仕事をしてたくて、ベニテダメアマンジャーレ。見た目のシンプルさとは裏腹に調理に手間暇を惜しまないのがピエモンテ料理の真髄だという高橋シェフ。若き料理人の挑戦は始まったばかりです。